こんにちは大木町議員のババタカシです、えー、今日も元気に、えー、午後からあったです、ね、マイクログリッド5億円ぐらいの太陽光事業を、まあ、町としてはやろうとしてるんですけども、まあ、それの内容がちょっと説明不足じゃないかということで,です、ね、議会の方から説明会を求むということで、えーまあ、あの副町長、まあ、担当の課長さん、えーですね、の方から あの説明をですね、えー、午後いっぱい使って、えー、協議をさせていただきましたそうですねまあ、新しく出てきてた内容で言うとえー、まああのー、西松建設さんっていうのが100%出資をして、えー、新しい会社を立ち上げてそのまあ、太陽光パネルとか設置してですねやるっていう話からまあ、町の方も出資 資金が6000万で、えー、町の方がその0.5%、300万ほどを町としても出資をしたいと、ある程度、その経営に一応口出しができるようにするために、少しだけでも町の方が出資をしたいという話で。 で電気まあ、新しく作ったその太陽光の電力電気電力会社から買う値段が今のところはた単価が23.5円だったかな 1kW という設定で、まあ、その23.5円になった理由としては大体、まあ、相場プラスあ5円ぐらいかな5円ぐらいプラスの予定だということです。それはまあ 再エネとしての付加価値があるので、そのくらいの料金設定をでしたいと、もちろんそれはまああのその時その時によって、料金はまああの変,わるそう変わるかもしれないですけれども、そのために出資をしたことによって、その料金が上がるのをなるべくその上がらないように交渉していくというような、まあ、あの話だったんですけども。 えー、まああのー、最初はねいなんか五千まあ,あ5千万あ五億ぐらいの規模の事業で3分の2が国が多分出してくれてあと1億いくらぐらいかかるんですけど、まあ、銀行さんからお金を借りるのが借りれる見込みができたきたんで、まあ、あの6の六千万ぐらいで会社建てれるというような話だったんですね。で、えーえー まあ結構、あのー、話の中心になっているのが、やっぱり電気の,その料金ですね、やっぱりほん本当にその高くないというか、それなりにリーズナブルな値段で,でちゃんと買えることになるのかというところが話があったんですけども、これ、あのー、ちょっと順を追って説明しますと、 えー、私が23年ぐらい前の町の役場の,その電気料金ですね、えヤマエスイさんに払ってる料金の単価、もちろんその基本料金っていうのがあって。 基本料金とそのワット数にかける単あの価格っていうのがあるんで一概にもちょっと言えないんですけどまあちょっとあのぐちゃぐちゃしゃべっても分かりづらいと思う簡単にざっくり,切り細かいところ切り捨てて話しますとその結構古い仕様によると単価14円ぐらいだったんですよね 1kW が、えー。確かその時は宮殿さんとか17円とかぐらいだったのであのー。 ミヤマ SE さんっていうところが新電力会社ですね、市が90%出資してる会社からかなり安くして、えー、もらってたんです、役場周辺の電気代をですね。で、まあ、そ,そ,それ、えー、をやめて、まあじじ、新しい会社で太陽光で発電してってどうのこうのって話なんですけど、でそれが直近だと確か,、まあ、確か17円とか18円ぐらいになってたと思うんですよ、ね、その単価がミヤマさんの。 宮前さんのねなのでまあ、5円ぐらい確かにその23.5円になるんですね。で、えー、言ってたのは、まあ、あのこういった世界情勢もあるまあ,あの特にエネルギーの代金とかね上がってる電気量もこれからも上がっていくんじゃないかという見立てのままもと、まあ、この料金 は今の段階の料金ですというような話だったんですね。まあそれに関してはまあもう九州九州電力さんもねあのー、極みっていうまあ再エネを だけを使った、えー、料金あちょっと料金ちょっとそ普通の電気代よりも高いんですけどもうそれでいいじゃないかとかいう話まあもう昔も出てたんですけどそういう話は、まあ、そういう話がもう一回出てきたりとかしてましたで私が突っ込んだのはその何、うん、だろう自、えー、給率が54%っていう設定だったんですよねいわゆるそのおき、まあ、持ち役場とかアクアスとかあの、うん 石崎小学校とか、あそこの電気代の、まあ、約半分ぐらいは、その、太陽光の発電で賄える。まあ、まかなえない分は、今まで通り、まあ、給電とか、みやまさん、みやまえしさんが買うと。いう設定なんですよ。その、電池の大きさとかが、まあ、その、そのぐらい、もともとだけ七十パーセント、百、最初は百パーセントって言ってたんですよね。まあ、いろいろこう、物価上昇とかがあって。 いろいろこう施設の縮小縮小していって今はもう半54%の設定なんですね。で、えー、私が聞いたのがそのまあ今のところ23.5円っていう単価に電気になってるけども例えば三山さんとかがあの、まあ、燃料の高騰とかその仕入れの電気の価格の高騰とかで例えばその27円とかなりましたと。 ねえー、一応やそのこの会社が立ち上がったら全ての電気はその新しいその西松建設さんが作る会社。 え今のところ SPC ってちょっと名前がまだできてないので今とりあえず SPC ってえーみんなが総称で呼んでる SPC って呼びますけど SPC さんから全部電流を100%買うことになってるんですただもちろんその太陽光パネルその SPC さんは太陽光パネルはその54%ぐらいしかあのね発電できないのでそれ以外の分はミヤマーとか吸収電力から買います仕入れで買ってえ残りはおを 売る,売るんですねでも例えばその山井さんとか九州電力さんが値段が上がったと相場に合わせてで、えー、例えば27円になったのを SPC さん買ってでもうちだは役場は23.5なので SPC が, SP がその相場が上がった場合はですね、えー、損するからそれは絶対ないとその結局その、えー、周,周りの相場が上がったらですね SPC さんも値段を上げざるを得ないと、上げないと SPC 赤字になってしまうので、いや、それはないんじゃないですかと。その いう役場の担当者の方とか、副町長,長だったかなとかは、その、いや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 、あのー、私たちが値段を上げないように向上しますからって言うんですけど、いや、そしたら、その SP 水産、あのー、相場が上がってる時にずっと赤字になるから、そりゃ、それは実際問題無理じゃないですかって言ったら、ああ、そうですね、みたいな、<laughs> え、そこまで詰めてないのかよっていうような、ああ、やり取りがあったんですけども。 えと他に出てたのが、そのおまあね、さ最近、大阪とかで、まあ、太陽光パネルの大きいね、大阪府がやってた事業の。 まあ、といわゆる土地を借りてですね、上海電力さんというところがね、えー、電力発電をやったりしてたんですよね、いわゆる大阪府が持ってる土地を借りて、そこに太陽光を置いて、えー、それを、まあ、事業としてやってたのとかがあって、まあ、インフラを海外の企業、特にその中国の企業が、そういうインフラ事業をやるっていうのは、この,の国際情勢どうなのっていうのがニュースにもよく、ニュースとか、特にネットニュースに出てるのかな、出てるじゃないですか。 でまあ、私もそれはあの他の機会に言ったんですけど前でその、まあ、それに関連して太陽光パネルって、えー、今ほぼほぼ中国製なんですよねもともと日本で作ってるのもあったんですけどもう中,学中国製の方が、あのー、もうすごく値段が下がって。 下がってるのでもう自国で作るよりは中国製のものを買うもしくはその日本のメーカーさんが中国に作らせてそれを自分のメーカーの名前付けて売ってるっていうパターンがほとんどなんですね。多分8割ぐらいいは今そうだと思いますなので結局中国製が買うということになるとその太陽光パネルの中国で作られてる 原料太陽光パネル作る時の原料で、えー、ポリシリコンっていう材料があってそれが、あのー、昨今ニュースを賑わせてるというかあのウイグル地区ですねいわゆるその昔、あのー、中国から独立しようとしてちょっと暴動みたいなのがあって、えー、中国が軍隊を送って、まあ、取り締まってですね、えー、今日 強制労働をさせてるというニュースがねえよく見られる方はあると思うんですけど、まあ、最近のニュースだとねもう200万人近い人たちがね、えー、そういう収容所に入れられて、えー、強制労働させられてるその強制労働をさせられてる先がほとんど工場なんですよね。でその工場の中で、えー、大きいウエイトを占めてるの,がその太陽光パネルの原材料を作ってるポリシリコンの工場というのがあって。 まあそういう強制労働のおかげとかがあって原材料が安くできてえ太陽光パネルの値段も落ちてると中国のの場合はすすごく安いといとうのがあるんですよね昨今ではちょっとこれは確認してないえ本当かどうかわかんないですけどもネットの情報とかによるとその強制労働を収容されてる女性の方はねみんなあの妊娠ができないようにいわゆるその。 国中国政府から見たら危険分子だということでこの民族自体を消滅させようということでまあ認識ができないようにもう手術でしてるということはこれはほ未確認状態ですけど情報なんですけどそういう情報なんかもあって結構まあ国,世論国際世論的にはですね、えー、まあ非難が。 すごく強い現状がある中で、まあ、太陽光パネルをたくさんその皆さんの税金を使って、えー、買って設置をするということはその人権問題 に対してそのサポートしているというふうにも取られかねないというところでやっぱね懸念があるという点なんかの話がまあ,あの出てきましたね。であとその他に出てきた話でいうとあと処分費用ですね。あののままこれ20年ぐらいの契約まあいわゆる 大木町の役場の駐車場であったりアクアスの駐車場あったりとか空いてる土地とかに、えー、町のー土地をタダで貸すっていう条件の話なので、まあ、20年後には基本的にそこの,その太陽光パネルとかその電池 電池とととかかか配線の線のは町に寄付するというかあげまだ契約書はできてないですけどそういう話で今進んでますという説明なんですけどでそれをねあの、まあ、そのまま20年後役場としては使いたいと壊れるまで使いたいみたいな話をしてるんですけど まあその時までちゃんとね使えるかどうかもわかんないという話の中で、まあ、処分するんだったらいくらぐらいかかるんだというような懸念があ,あの話があってこれね私があ個人的に調べた情報による、まあ、調べた情報であの話,話させてもらったんですけどもまあ役場の職員も処分費用とわかんないってことだったんで、えー、私がね調べた話によるとあの解体屋さんとかがその太陽光パネルの処分を受け持って。 てるそうで、まあいわゆるもう粉々にバラバラにして、えー、その。えー 金属のの種類とかにに分分分けてて、えー、処処持っていくようなあ処分の仕方結構ね体に悪い成分なんかもあるみたいなのでそこら辺も処分の費用がだいたいあのキロワット1キロワットぐらい1キロのワットの設備に対して2万円っていうのが相場らしいんですなんでこの事業の規模で言うとだいたいまあ太陽光パネルの処分だけでも1700万ぐらい。 かかる計算に、まあ確かに計算したところでですすねなるんです、ね、あとまあそやっとそのその線とか蓄電池の処分。 まあ処分できるのかどうか分かんないですけどか特殊な蓄電池なので、えー、まあそこの処分とか、まあ、少なく見積もっても3000万以上はかかるよねっていうふうに私は計算をしましたということで話をしましただから、ねはすえー、3000万以上処分かかるで今のところいわゆるこ計画段階でも3000万ぐらい使ってるんですよね。何に使ったかとというと あのー、まずまずその大きい町に二酸化炭素がどのくらい出てるかっていう調査に1,000万使ってますで、えー、その後にそに太陽光パネルとかのまあなんていうんですかねこう資産いくつパ,パネル置いてこういう,こうブルーシート作ってみたいなののを設計をする策定業務にも1,200万使ってます、えーえー、で、えー、あとその他にまに、あ、西松建設さん の職まあ、担当のね、えー、社員の方をね、えー、もう、まあ、1年ぐらいも役場に出向していただいてますし、まあ、あと1年出向をしていただくという話で確か年間550万ぐらいだったかな500万とか万600万ぐらい、あのーまあ、国の補助制度を使って、まあ、国の税金でですね、えーやあのー、払ってる三千 えー、200万、300万ぐらいですかね、あのーまあ、ほぼ国のお金、まあ、まあ基本的には皆さんの税金ですけど、あのー、国のお金、町のポケットからじゃなくて、国のポケット、まあ、結局税金なんですけど、それで3000何百万払ってるんで、まあ、6000万ぐらいはもうすでに何もじなくてもいるよねっていう話とかですね。 が出てきましたねあとその、まあ、説明会を、まあ、議員の方にはね結構やってもらってるんですけど、まあ、町民の人たちはほとんど知らない人たちがほとんどで、えー、皆さんに説明するべきだという話をね前他の議員の方が担当者に言ってたのがあってなんか7月下旬ぐらいに、まあ、町民やあのコーポットホールとかで。 そのそのマイこのマイクログリッド事業だけではないんですけど4つ、5ついろいろ事業のことを説明する機会を設けるっていう話が出てきましたんで、えーまあ、その時にですね住民に説明しましょうっていう風な話だったんですけど、まあ、私が聞いたのはそうですね 7月下旬に説明する内容、まあ今のところはこういう計画でやりますよっていう説明を議員の方は受けてるんですけど、7月上旬にする話は、こういう計画でやりたいんですよっていう話をするんですかそれとも、もうこの計画で決まりましたっていうつもり、決ま,決まりましたという内容で事後発表をするんですかというふうに聞いたところ、 えーまあ、今のところそうです、ね、その決まりましたっていう話を、うんそうですねうぬ,ぬぬっていう、まあ、ちょっとはっきり言え,ば言えない立場上言えないと思うんですけどあの基本的には7月に臨時会を臨時会というのはもともと議会がある時期じゃないんですけどお、まあ、役場の方のお、えー、要望でやり 議会を開きますよということでその中でその出資金の300万かな町が出す分あとまあ土地をねただで貸しますからその分はねやっぱり議,員議会を通さないといけないよねっていうのをまあその辺も含めてえ多分7月頃にやるのではみたいな話だったのでだからまあ,まあ7月の議会のあとのタイミングになってるから。 多分その通るよね、だから通りましたで、えー、自己説明になるのかなと、まあ、私が想像してる範囲ですけどね、はっきり言っていただければ、まあ、言えない立場だと思うので、まあ、そうなんですけど、あと、他に出てたのが、そうですね、あのー、もともと、なんかその太陽光パネルうの前に、なんかその、役場の庁舎をもっと省エネ化しましょうと。 いう話が出てたんですよねだいぶ前に、えー、まあゼブカって呼んでるんですけど、まあ、要はそのお、まあ、エアコンが各部屋にあるやつをその全部つなげて、えーね、使い回しで、ね、あの電気代の節約したりとか。 寒い時とかのまあ部屋の中を寒くするのなるのをちょっとね材質とかを変えてね、えー、ちょっと防,防弾化させたいとかそういうのをやることによって電気代を浮くようにさしましょうねっていう調査をもうだいぶ前にお金つ確かいくらか使ってやってるんですよね。でその話をしてる時の途中にその太陽光パネルみたいな太陽光パネルこのマイクログリッド事業が出てきて。 で私、そのマイクログリッド委員会っていうのに私、入ってえ、ずっとその詳細聞いてる中で、その太陽光の事業と、その役場の省エネなんだ、ゼブ化っていう、えー、計画策定の説明をずっと同時並行でやってたんやってもらってたんですけど、いつの間にかその省エネのやつは、もうぱったりこの3、4か月、その話は全く出なくなったんですよね。 だから、その議員の人に聞がそのゼブカはどうなったんだと、あんなに話をしてたじゃないかみたいな話が出て、いやいやいや、あれはあれでやりますよと、今もやるつもりでいますよと、ただまあ、その今のところはこの太陽光事業のほうが先で、えー、これを、太陽光のやつを立ち上げて、えー、それをきっかけにして、いろいろこう、国からもですね、えー、脱炭素事業に力を入れているという。 国からお墨付きをもらって、他のいろんなこともね、脱炭素に向けていろんな事業をね、組み合わせてやっていくんだというような話だったんですけど、まあ、いつの間にか消えてるって感じですね。えー、まあまあまあ、そういう話がいろいろ出てきました。はい、っていうところです。なんで、7月にね、賛成、参反対するのかどうかはまだはっきりしてないんですけど、 うーんまあまあまあ多分やるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、なのでまあ、あのー、そのぐらいの日程中7月の中旬ぐらいはね、えーまあ、大木町にしっかりいていつ議会が収集されても参加できるようにねしとこうかなと思ってるところでした。ははい以上になりまますそれではまたババイバイ